Where there is light, shadows lurk and fear reigns. Yet by the blade of night, mankind was given hope.私たちもう会わないって約束したでしょ。別れる前、お前に投資した200万のことだ。ああ、そのことなら大丈夫。今この国は何度目かの IT バブルを迎えてるの。1年後には必ず20倍にして返してあげるから。知ってるよ、お前の作った会社のことなら。だったら何の問題もないじゃない。実はな、気になって探してみたんだよ、お前の会社。本当はないんだろ、そんな会社。返せよ、200万。返したら警察には黙っててやる。どうせ使うあてもないお金でしょ。何？慰謝料だと思えば安いもんじゃない。だいたいね、未練がましいのよ、別れた女に金返せだなんて。お前何を。ちょっと待てよ。何すっげやがって。もうやめて。あっ、なんだよ、変な声出しやがって。ねえあなた、私お腹空いちゃった。はあ、俺に汚れってのか。すっごく食べたいの。何を。あなたを。またの夢だ。カオルちゃんいるんでしょ。開けなさい。さっきガサガサって言ったよ。ちょ、まずい。合鍵を、合鍵作ってないことをいいことに。あのね、何で払うかね、あの仏さんの話聞くかどっちかぐらいはしなさいよ。カトリ線香買ってこよ。カオルちゃん、ごめんなさい。カ
ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。おいしいメロンパンですよ。焼きたてとてもおいしいですよ。メロンパンですよ。焼きたてのおいしいメロンパン、お一ついかがですか。はあ、メロンパンですよ。あいつ、これで12本。12は魔物を制する数字。魔界へと封印しておきます。待ちなさい、新たなホラーの出現です。金銭への執着心が生みしホラー、鎖をゲートに出現せり。女を助けたそうですね。ホラーの返り血を浴びた人間は抹殺しなければなりません。あの女の匂いをホラーが嗅ぎつけますよ。そこが狙い目だ。餌に使う。あの女を使えば仕事が楽になる。わかりました。お前の意思は認めます。しかし、いずれは殺さねばならぬ女、関係を深めると面倒なことになります。くれぐれも父親のような死に方をしないよ。あんたらに何がわかる。そんな真っ白なコート着て。なんだお前か。お前かって。ちょうどよかった。俺もお前に用事があったんだ。え、何。お前にやるよ。え、すごい、どういう意味。プレゼントだ。あ、私たち別にそういう関係じゃ。そういう関係ってどういう関係だ。だから、あれ、なんでこれ外れな。待ちなさいよ、絵の代金まだもらってないんだけど。そのうちな。実は私もいずれ九条さんみたいに会社作って人財産築くのが夢なんです。じゃあよろしくお願いします。でもその夢は叶えそうにないわね。1年で20倍なんて夢に決まってるでしょ。夢は夢のまま死んだ方があなたのためなのよ。九条さん。
逃がしたか。どうやらヤッコさん、そいつを餌に人間をおびき出しているようだな。こんなもののために命を落とすとは、食われる方も食われる方だ。おっと、お前さんは金には興味ないのかね。金こそ遠き昔から人間を狂わせる最強の麻薬だぞ。興味ないね。金よりあの女か。いい感じじゃん。オッケー、じゃら月末には振り込んどくね。うん、はあ、なんか簡単にお金稼ぐ方法ないかな。あんたね、世の中そんなうまい話がないよね。あ、一つだけあった。え、上司から聞いたんだけど、知人の女性が IT 系の会社を立ち上げるから出資者を募ってるんだって。1年後には必ず20倍にして返してくれらしいの。20倍、なんか怪しくない？うん、私もそう思ったんだけど、会社経営と IT のプロだから間違いないって。上司も70万出資してさ。70万だよ。70×20 は1400万だ。このことによりまして、出資者の方々にはペイアウトレシオが見込めるとしております。出資者の方々には1年以内に20倍のお返しができるということになっております。ここまでで何かご質問がある方はいらっしゃいますか？はい、そこの方。あの、最低いくらから出資できるんですか？一口10万円からの出資となります。10万？10万持ってりゃここに来てないよ。では、他にご質問はございますか？はい。はい、ではそちらのグレーのスーツの方。はい、大変魅力的な授業だと思うのですが。ねえ、何か困りなんじゃない？それが、なんなら特別に半額の5万円から受け付けるわよ。本当ですか？それならすぐになんとかなるかも。じゃあ今夜また改めて会いましょうか。はい、あの、必ず来ますから待っててくださいね。はい、とりあえず前払い5万。ちょっとカオル、これで夢に向けて一歩前進。待ってて、アサミ、私1年後にはめちゃめちゃビッグになってやるから。じゃあね。あ、カオル。近いぞ。おそらくこのビルのどっかに奴がいる。どうした？驚いたな。あの女もすぐ近くだ。なんだと？とりあえず半分だけなんですけど、残りは必ず持ってきます。はい、責任持ってお預かりします。よかった、1年後が楽しみです。何か予定でもあるの？個展を開きたいんです。あ、私絵を描いてるんですけど、この間初めての展示会がダメになっちゃって。あら。うん、人気のあるギャラリーとお金も高いし、予定も1年先まで決まっちゃってるんですよね。今までは私にはちょっと無理かなって思ってたんですけど、九条さんの話を聞いて、これなら私にもできるかもって。だから今度は自分の力で個展を開くぞって頑張ることに決めたんです。あなたならきっと成功するわ。ありがとうございます。とんだ邪魔が入ったわね。あんた何者？お前らの天敵だよ。
憑依した人間をあそこまで操れるとはな。こうか、本気を出した方がいいぞ。分かってる。雀の涙ね。しつこい男ね。雀の涙を返してもらおうと思ってな。何ですって？俺は金には興味はない。しかしな、あの子にとってその金は夢を叶えるために大切なんだ。こんな薄っぺらいものが。これっぽっち欲しけりゃ返してやるわよ。言いたいことはそれだけか。夢を踏みにじった貴様の意味、俺が断ち切る。おい、待って。あの人一体どうなっちゃったの？
残念だが、あの女にはホラーが取り付いていた。ホラー？人間を喰らう魔獣だ。そいつらを狩るのが俺の仕事だ。でもなんでそんな怪物がいるの？太古の昔から人間の邪神、愚かな心につけ込んで奴らは現れる。私が狙われたのは私の心が汚れてるから？そうじゃない。夢を叶えたいと願ったお前の心は純粋なものだ。その金は汚れた金なんかじゃない。待ってよ、この指輪。お守り代わりだ。大事に取っとけ。ねえ、これとあの代金は別だからね。人間の邪神がこの世に蔓延する限り、ホラーは永久に出現し続けるのかもしれない。だから大昔からずっと魔界騎士は人知れず戦い続けてきた。冴島光が、あの男はなぜ私を助けてくれたんだろう。流れ落ちる涙抑えきれずに、君は素顔の弱さを初めて見せた。悲しみはいつか消せるはず。操れないものがある。追っても追いつけず、抜かすことも戻すこともできない。次回時計。確かにこいつは俺もお手上げだ。